ゲイレン・ラップは、アメリカ・オレゴン州出身の陸上競技選手。オレゴン大学卒業。男子1万メートル、室内3000メートル、室内5000メートルのアメリカ記録及び、北米記録保持者。コーチは、アルベルト・サラザール。現在は、ナイキ・オレゴンプロジェクトに所属している。ゲイランは、ガレンやゲイリン、ラップは、ルップと表記されることもある。 ラップは近年アフリカ勢の活躍が目覚ましい、長距離種目において非常に検討している選手の一人である。アメリカ長距離界を復活、発展させるための特殊クラブであるオレゴンプロジェクトに参加しており、同クラブのコーチであるアルベルト・サラザールとは高校時代からの長年の付き合いである。近年の活躍が目覚ましいが、高校、大学時代においても数々のアメリカ高校記録や、 大学記録を更新するなど頭角を表していた。テグ世界陸上選手権の1万メートルで銀メダル、5000メートルで金メダルを獲得したイギリスのモハメド・ファラーとは2011年からの練習パートナーでもあった。2007年初となる大阪世界陸上選手権の1万メートルにアメリカ代表として出場し11位という成績を収めた。2008年 同じく地震初となる北京オリンピックの1万メートルにアメリカ代表として出場し13位であった。これは非アフリカ系の中では最高順位であった。2009年ドイツのベルリンで行われたベルリン世界陸上選手権に出場しアフリカ勢が上位を席巻する中8位入賞を果たした。ラップと同じアメリカ代表であり同じく オレゴンプロジェクトの一員のデゼンリセハインも6位入賞を果たしている。2011年、ラップは韓国のテグで行われたテグ世界陸上選手権に出場、世界大会でメダルを何度も獲得しているシレンシヒネなど、アフリカ勢の中に割って入る7位入賞を果たした。2011年、ブリュッセルで行われたダイヤモンドリーグの1万メートルにおいて、 クリス・ソリンスキーの記録した日アフリカ系最高記録であり、日アフリカ系で初めて27分を切った26分59秒60という記録を大幅に塗り替える26分48秒00という記録を打ち立てた。2012年、ラップはオリンピック選考会である全米選手権に出場2冠を成し遂げオリンピックへの出場権を同2種目で勝ち取った。 特に5000メートルはバーナード・ラガト・オラスト勝負で下しての勝利であった。続くイギリスで行われたロンドンオリンピックの1万メートルに出場し、チームメイトで優勝したファラーに次ぐ2位に入り、銀メダルを獲得した。アメリカの選手がトラック長距離走でメダルを獲得したのは、東京オリンピックの男子1万メートルで優勝したビリー・ミルズ以来48年ぶりのことでもあった。 ラップは2013年、モスクワで開かれた2013年世界、陸上競技選手権大会では1万メートル27分24秒39で4位、5000メートル13分29秒87で入賞を果たしている。2014年5月30日、ラップはプレフォンティーンクラシックにて、自らが持つ全米記録を破る26分44秒36を記録した。 2016年2月13日、リオデジャネイロオリンピックマラソン代表選考レースに、おいて2時間11分13秒で優勝する。2016年7月1日、リオデジャネイロオリンピック代表選考会において1万メートルを27分55秒04で優勝する。2016年8月13日、ラップは、 リオデジャネイロオリンピック男子1万メートルにおいて27分8秒92で5位に入賞し、続く8月21日の男子マラソンにおいて2時間10分5秒で、銅メダルを獲得した。なお、近代オリンピックにおける、アメリカの男子マラソンのメダルとしては2004年、アテネオリンピックの名武家フレジギー以来12年ぶりとなった。屋外室内ロード。ありがとうございます。